というわけで、まあこんな出来栄えになってしまいました。本日3月26日をもちまして、私 BJ がね、この BNJ カクテルソングという名で、YouTube に本格的に配信させていただいて、2周年、チャンネル開設2周年と、はい、なりましたです。まあね、自分のところのことなので身内で祝いみたいなです。まあ、2年来ましたね。去年、2019年のこの日には、ジュリーの曲で、そして、翌27日を、ポッシャンに、リさせていただきました。これはね、テスト配信の時は、ちょっとジュリーの曲を歌わさせてもらって、本格的配信、第1回目の、歌がね、トシさんの歌だったんで、まあ、そういうことを考えてもなかったんですけれども、たまたまだったんですけれども、まあ、1周年の時は並びもまだジュリー・トシさんだったんでね、だから、2周年の時もちょっとそういうことを、本当意識して考えたんですけど、まあ、今年はね、ちょっと趣向を変えて、26日をこの秀樹のやるな。こういう時ぐらいしか、あんまりこういう歌歌えないような気がしてね、個人的に、私がキャラクター的に。でね、まあ、今の時は、よく、明日、27日がね、今度は、マッチ、近藤正人さん、マッチ、で、いこうかな。今年は、だから、去年がジュリーとして、今年は、秀樹、マッチ。なぜって聞く人がいてるかもしれないんですけど、まあ、私の中でね、まあ、そういう並びになりました。まあ、わからないなという人はもう、わからないままでいてください。あとね、ちょっと今のヤングマン、いろんな秀樹のその時代のヤングマン、ちょっと、織り交ぜたの分かりますかね。まあ、最初のこれあるでしょ。こうか。これはすごくすごく若い時の本当にね、この歌が出始めた頃のもう元気いっぱい出てくる100万感じで、で結構ね90年代あたりのヤングマンはあまりああいうことをしなかったんですよね、秀樹。こういうアクションとか動きね、振り付けとか、なんかちょっとやっぱ大人秀樹のなんかちょっとあったんですけど、それもちょっと交えながらとか、まああとはね、何でもかんでもまあ私もね、衣装とかもあるわけじゃないんで、自分のところを見繕ってちょっとヤングマンっていう形で、でこういうのは確かね、94年ぐらいの秀樹が紅白で出た時に、なんかこの辺こういうチェーンなんかつけたりとかして、で95年の時がなんかこういう、まあ、さっきも着てたような赤い、まあ、中もなんか赤にしてるんですけど、なんかそういうレーザーかなんかのね、そういう衣装着てたんですよ。でこの辺の縦縞でちょっと、まあ、まあ赤も混じながらアメリカの成長期なんかを意識してるんですけど、まあこのハットなんかもね、まあ、いろんなところにちょっと、秀樹のヤングマンだったりアメリカンだったりを散りばめてるつもりです。あくまでもつもりね、なんでそうなんです。まあこういうことをいろいろやりながら、またここから3周年を受けて、またね、今年も私誕生日を迎えれるように
まあ、頑張って、ね、全然病院にも見えないでしょ。私もそんなつもりはないですよ。そういうことを売りにしたいとか全然思ってないね。でもそういうことも頑張ってますよということもね、口にしてた方がね、実際に私と同じように頑張ってる人も、あ、こんなにやつ見てるんだな、じゃあ自分たちも頑張ってみようって思ってもらえたらなと思って、まあ隠すことではないので口にしてますけど、本人次第は至って、うん、なんて言ったらいいのか、まあ、私はすごい頑張ってるつもりです。それでは、あまり長々となるとちょっと、YouTube のこの配信が見られてしまうので、明日もやってます。よろしくお願いします。そしたら BNJ プロデュースソングス、2周年記念ソング歌唱は西城秀樹さんのイヤコマで、決めさせてもらいました。今たったのということです。またこれからもよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。